いわゆる勝利という状況が我々にとって最良の成果確認であるとするなら、それはクライアントにとっても最良の経過報告となる。ベータ以上の状況即応能力を発揮する戦術機に対処できるということは、ベータ対戦におけるあらゆる状況に対応しうる可能性を証明することに他ならない。したがって以降ブルーフラッグ演習に際する我が XFJ 計画の最優先達成目標として、勝利という状況を明確に設定することを決定した。おお。あら、はいはいはい、まさか2番機から降りろとか言わないですよね。なんだ、乗り慣れたアクティブイーグルでなければ勝利はできないというわけか。なわけないっしょ、あれがいい。せっかく94セカンドに乗れるのに。安心しろ、貴様にはしっかり2番機を使いこなしてもらう。もちろんグレーメル少尉の騎士転換も予定通りだ。了解です。けど忘れないでくれよ、シミュレーターのデータは1番機のものだからな。誤差の調整はぶっつけ本番でやるしかない。分かってるって。ではラーヌナンド軍曹。はい。知っての通りバオフェンズは近接機動格闘戦性能を主眼に機体の開発を行っている。これは他のユーラシア外縁諸国と同様、配部攻略を対ベータ戦略の機関に据えているためだ。つまりその正面装備であるジャンジ重型は日本機の設計思想と非常に近い機体だといえる。今回の対戦において最も警戒するべきはジャンジ重型の機動近接格闘戦能力だ。これは中国機の伝統ともいえる頭部モジュールの走行ラウンドモニターだ。深海魚にも似た異質な外見だが理にかなっている。湾曲走行は衝撃を受け流す。これは両肩部走行ブロックにも言えることだ。副眼構造のセンサーはダメージコントロールの面で優秀、シックスティーズファミリーの中で最高傑作とは言われるのも道理だな。旋回能力はこちらを優に勝る。懐に入られたら94セカンドとで安泰ではない。その際特に注意すべきはこのリアクティブアーマーだ。本来は機体に取り付くタンク級を排除する目的で装備された近接防衛兵装で、爆発とともに無数のタングステン弾子をばらまく、ある種の範囲攻撃兵器として認識しておくべきだ。味方や時期の損害が頻発したために多くの国で採用中止に至っていることからも、いかに警戒すべきものか理解できるだろう。ラーヌナンド軍曹。なんつう軌道だよ。まるで野生のヒョウだな。振りかぶって立てた超塔すらも空力的な補助装置として利用するのね。
主要近接兵装はこの77式シウスだ。トップヘビー型超党の特徴は高い充填荷重による破壊力の増大、つまり初撃必殺だ。へえ、日本の74式とは随分形状が違うな。最大の違いは重心位置だ。知っての通り、戦術機の打撃破壊力は人工筋肉であるカーボニックアクチュエーターの総量、つまり機体容積に比例する。77式のトップヘビー形状は遠心荷重の増加によって小型機特有の相対的な打撃力不足を補うためのものだ。したがってこの超党の基本運用は初撃必殺を旨とするものになる。ああ、連中の近接戦が一撃離脱の繰り返しだって理由がよくわかるな。お前、何ブツブツ言ってんだ？ありゃ、ウッドペッカーと同じ戦術だな。あの一番機に突つかれて下手に回避すると後衛の射線上に飛び出しちまうって寸法だ。対人類戦にも相当慣れてる動きだぜ。格闘戦技能、狙撃能力ともに文句なし。小隊長としても優秀だな。なんだかんだで常に味方に有利な状況をきっちり作ってるよな。確かに理想的な前衛だとは思うけど、部隊指揮官としてはどうかしらね。独立一個小隊の指揮官ならダメージリスクが少ない後衛がセオリーよ。まあ要は前に出たがりってだけだろ。いい年してガキじゃあるまいし。おいおい、その言葉そのまんま返されると思うぜ。言ってろ。私は大人だからそんな挑発には乗らないんだよ。そうね、同系統の機種転換をする私と違ってタリサは全く新しい機体に乗り換えるわけだし、いくらユーヤが集めたデータがあるといってもね。ぶっつけ本番は慣れっこだし得意だからいいんだけど、でもさ、アズライールズに優勢勝ち、ドゥーマスに干渉って結果見る限り機動砲撃戦が有利とも言い切れないんじゃねえの。世代落ちとはいえそれが得意な部隊の方がいい結果じゃんか。やっぱあの女から片付けるべきだろ、絶対。確かに隊長機を真っ先に落とすってのは基本中の基本だけどな。だが相当リスク高えぞ。あの姉ちゃんも隊員連中もそれ十分予測してんだろう。だからああいう動きになるんじゃねえのか。隙がないな。本人は性格めちゃくちゃなくせに、そつがねえっていうかさ。
まあね。で、それがどうしたんだよ。それも一理あるわね。つい注意が嫌がりそうなことって何かしらね。逆に考えりゃ、やりたがることを見せりゃホイホイ食いついてくるってことか。マシなアイディア出してからにしな。今バカって言った。バカって言うやつがバカなんだ。バーカバーカバーカ。そこまで言うならタリサ大先生、お前さんになんかマシなアイディアあんのかよ。まっね。ほうほう、聞かせてくれたまえ。今回も餌はユウヤだ。あの女、ユウヤの誘いなら絶対乗ってくるぞ。お前、あの女に察しの決闘を申し込め。招待、決中。楽にしていいわ。今日の試験は徹底的に日程対策で行くわよ。姉さん上機嫌ですね。カムチャツカの屈辱やっと晴らせますもんね。何言ってるかリンメイ。あんな飛び道具で稼いだ世界記録、姉さん気にしないある。所詮アルゴスはソ連の前座よ。ふん、気にしてるわけないでしょ。こっちは統一総軍司令部の意向に沿って徹底的に完膚なきまでに叩き潰すだけよ。あれ、意向って来たるべき有事に備え日本帝国次期主力機の性能を丸裸にせよだったような。だからよ、命令である以上きっちり締めてやんなきゃダメでしょうが。覚えてなさいよ。やっぱ屈辱だったんだ。うるさい。あんなの別の土俵で勝ち逃げでしょ。私は絶対認めない。ですよね。思い知らせてやりましょう。あんたたち今日は覚悟しときなさいよ。出撃準備。了解。ユーヤブリッジス、見極めさせてもらうわよ、あんたの実力。
挑まないとね。ああ、さもなくば、惨憺たる結果が待ってるぜ。
一時はどうなるかと思ったわ。ひっひーん。結局私の言った通りになったろ。今回も判定勝ちっつうのはしょっぺが、ま、勝ちは勝ちだ。整備班の連中にはうまい飯でも食わせてもらわねえとな。なんつって飲みに行く気分じゃねえわな。実際手ごえとは思っちゃいたが、ぶっちゃけここまで攻めきれねえなんて思いもしなかったぜ。そうね、見積もりが甘すぎたわ。バーフェンズがつい注意で持っているっていう認識がそもそも大間違いだったわね。体調気を落とした後も相当手ごわかったぜ。最も多くベータと戦ってきた軍隊っていう異名は伊達じゃなかったってことか。それだけ強い相手から勝ちを拾えたことを素直に感謝すべきね。ああ、ムカつくけど、それはわかる気がする。戦って思ったんだが、あのお姉ちゃん、もともとブルーフラッグの勝敗なんざ、どうでもいいのかもしれねえな。でしょうね。彼女個人は強い英士と戦うことにしかブルーフラッグの意義を感じてないんじゃないかしら。そうじゃなかったらあんな展開にならないもの。まあ、うちだったら優也が目つけられんのも仕方ないよな。なんせカムチャツカの英雄殿だかんな。
なんだ？これは。なんだ？アテンション！たった今、グラーブスとインフィニティーズの対戦結果が届いた。来たか。スコアを発表する。グラーブス、撃墜4。インフィニティーズの損害は、0。何？なお、状況が確定するまでの所要時間は、4分だ。諸君、これがアメリカ軍の最新鋭戦術機 F-22 ラプターだ。もっとも、これは EMD と呼ばれる先行量産型だ。だが安心したまえ、その実質的な性能は実戦配備されている A 型にも匹敵するという話だ。アメリカ人はなんと寛容と献身の精神で満ち溢れていることか。冷戦の旧敵である我々に土地と食料を与え、インフラから戦術機の技術までの多くを与えてくれた。そして、諸君が目にしているこの映像一つとっても、そのロドンナまでの献身に満ちている。諜報活動に貴重な時間と人員を費やさずとも、こうしてラプターの実測数値を手に入れることができるのだからな。ステルス機能をなす機体の各部形状から、高出力に耐えるジャンプユニットの排熱処理装置、静音性強化の細部仕様、さらには、戦闘で剥離した塗装からは、使用されている成分の解析も可能なのだ。見たまえ諸君、世界最強の戦術機、世界最強の軍隊の名に恥じぬあの姿を。素晴らしい戦術機だ。工業製品としては至高の域にある。そして、英氏の連度も火の打ち所がない。党首脳部も軍中央も、このステルスなる技術を切望している。当然、我らが同志ロゴフスキー中様だ。だが、そのような過当な技術は、我がソビエト連邦に必要ない。我々はすでにそれを超えるものを手にしているのだからな。だからこそ、我々は証明しなければならない。我が党に、そして世界に、我が祖国の戦術機と英氏が最も優秀な存在であるという事実を。同志ビャーチェノワ少尉、同志セスチナ少尉。はっ！祖国の名において命ずる。今こそ、アメリカの恩に報い、その目を覚まさせてやるのだ。彼らが最強を誇る世界は、この惑星の半分に過ぎないという事実を知らしめよ。そして、全世界にあまねく知らしめよ。我らへの標準こそが、人類の救済なのだと。ブリッジス少尉、どうしてここに？今日のレポート。提出期限は明日のはずだ。何か緊急を要する問題でも見つかったのか？ただ。ことではない。想定の中でもかなり楽な部類だとローウェル軍曹も言っていただろう。
なお、状況が確定するまでの所要時間は4分だ。そうか。それでわざわざここまで。どのくらい待っていたんだ？ああ、会議はすでに終わっている。整備班の動きも気になるのでな。今から詰所に戻ろうと思っていたところだ。私に頼み？それは構わないが、私でいいのか？私じゃなきゃダメ？大丈夫だから。私の都合はすごく大丈夫だ。教えるぞ。私も教えるぞ。待て、ブリッジス。流行る気持ちはわかるが、貴様ぶっ通しで報告書を書いていたと言ったな。私はずっとここにいたが、まあいい。とにかく貴様、夕食は取ったのか？接触は与えられた自由ではない。A氏の責務だ。体調管理は基軸任務だったはずだが、今日の模擬戦で貴様はいつも以上に体力を消耗している。まずはやるべきことをやれ。技術論はそれからだ。申し訳ありません、ドール注意。私が気遣うべきでした。いや、これは A 氏が自覚すべき責任だ。ところで、会議が思いのほか長引いてな。高村中尉もまだ食事を取られていない。ブリッジス、地下のフードコートにお供しろ。今からではもう間に合わん。ここの地下なら交代勤務要員のために24時間開いている。いいから続きはそこでやれ。 Thank you.
いや、なんというか、まるで夏祭りのようだ。だが、そうか、私はそんな話まで知っていたのか。いや、覚えていないというわけではないぞ。これは単なる確認だ。そう、あくまでも確認に過ぎない。何分このところの私は非常に情けない話だが、現実の問題としてユウヤの前で失態を晒し続けていることは認めねばならないわけで、万に一つの可能性としてうろたえた挙句、無意識的に自分語りをしている可能性は否定できない。そう、無意識的に。なんだその目は。私だって好きで失態を晒しているわけではない。誰のせいだ。いや、なんでもない。とにかく仕方ないではないか。私は今何か言っていたか。それは問題ない。それより私は、貴様に味の好みまで話をしていたのか。そうだった。日本人が美味しいと思うメニューがわかる。その言葉の意味に気づいているのか。やはり、ユウヤは大きく変わった。教えてあげるわ。ユウヤを理解できるのはね、あいつと同じ二つの祖国の狭間に生きる者だけよ。二つの祖国か。確かに私たちは住む世界が違う。あんた、ユウヤのために家捨てられんの。ユウヤのために日本を捨てる覚悟ある。それとこれは同じよ。そこがわからないってことが、あんたとユウヤが分かり合えない証拠なのよ。任務も責任も大事。でもあなたの思いも大切。だって私たちは人間だから。そう思いたいが、結論なんて今は出るはずもない。計画の完遂が先だ。いかん、つい目で追ってしまう。いや、ああ、そうだが、それが何だ。いや、そんなことはない。次元流は知っている。
すまない。続けてくれ。聞いていると思う。なぜ今まで黙っていた。それを言うのもテストパイロットの責務だろう。なるほど、そうだったな。どういうことだ。そうだな。聞こう。そこまでせずとも、私は貴様を信じている。そんなことはない。正直な話、感服して声も出せなかった。本当に恐れ入った。あのわずかな経験で、よくぞそこまで日本機の設計思想を読み取れるものだと。ありがとう。私の返答はもう決まっている。だが、それを伝える前に理由を聞こう。
なるほど。何？ブリッジス。どうしてそこまで。ブリッジス、貴様。わかった。貴様に剣術を指南しよう。慌てるな。それは今すぐという話ではない。教えるのはブルーフラッグ演習が終わった後だ。たった一戦でも十分意味があったんだろう。であれば今後も意味のある結果を得ることができるはずだ。それに剣術は始めたからといってすぐに得得できるようなものではない。あれだけ詳しく調べたんだ。貴様もわかっているんだろう。どの道演習期間内に間に合わないのであれば、知らぬ新潟も貴様も調子が上がっている今、無理に始める意味はない。ブルーフラッグ演習に集中すべきだ。そうか。ああ、なんだ。いや、そんなことはないぞ。ほら、こうやって、あっ！わ、私サンラ！すまない。私もそんなつもりでは。本当に、すまなかった。そんなことはない。ひどいことを言った。インペリアルロイヤルガードの高村ゆい中尉。どこぞの名家か知らないけど、あんたじゃ絶対に理解できない世界で、ゆいやは生きてるのよ。あんたみたいな名家のお姫様に理解できるかしら。
存在するだけで疎まれる者が生きる世界を。私は、貴様が、ユーヤ・ブリティスという人間が、どのような境遇で、どのように生きてきたのか、知らない。人を守れるのは、人の思いを守れるのは、その思いの大切さを知っている、人だけだから。だから、知りたい。私は、ユウヤのことを理解したい。そうすればユウヤは、もっと楽になれるのではないか。使いすぎるぐらいでちょうどいいだろう。今まで使わなさすぎた。気は互いに使い合うものだ。日本ではな。それも調べたのか？そうか。母様が。ユウヤの母様も肉じゃがをアメリカ人なの。はあ、ユウヤ発見。ちょうど会いたいって思ってたとこなのよ。これって運命じゃない？そう思うでしょ？ね、ユウヤ。ユウヤブリッジス、私のことを好きになってもいいわよ。はあ？実はね、前々から恋人になる男は私より強くないとダメだって決めていたのよ。あんたは強いし、そこそこ顔もいいわ。喜びなさい、合格よ。あんたは私に惚れていいのよ。私に勝った男にはその資格があるんだから。何よ、そのやる気のない返事は。あんたも私の恋人になるならもっとシャキッとしてよ。あれ、どうしたのかな、顔が赤いわよ。ねえユウヤ、もしかして照れてるの？注意、食事中ゆえ静粛に願います。何をお姫様、私たち今取り込み中だから後にしてくれない？ユウヤと私は食事中だ。注意こそ後にしていただきたい。へえ。一つ聞くけど、それって誰の言葉？帝国近衛軍高村中尉、高村家のお姫様、それとも。私自身の言葉だ。他の誰でもない高村優衣の言葉だ。つい注意、もう一度言う。私たちの食事を邪魔しないでいただこう。邪魔なのはあんたなんだけど。仕方がない。では日本帝国軍士官として警告する。
我々は英氏の責務を履行中だ。機関も国際部隊を率いる身であれば、それを妨げる行為が重大な妨害工作とみなされることは知っていよう。はい、分かったわよ。今日の演習で完全にやり込められたから、ちょっとからかいたくなっただけよ。悪かったわ。つい注意。この際はっきり言っておく。今後服務中の悪ふざけは慎んでいただこう。特に、度を超えた接近や密着など、もってのほかだ。はいはい。あんたの言うことはよくわかったわよ。ごめんなさいね。
安心しなさい。ゆうやのお願いなら聞いてあげるから。人聞きの悪いこと言わないでちょうだい。夫の願いを叶えたいと思うのは妻として当然でしょ。当たり前でしょ。あんたは戦術機でも白兵でも私に勝ったのよ。恋人以上になる資格があるわ。あとは任せる。さああなた、今度のお願いは何？言ってごらんなさい。あ、ちょっと待ちなさいよ。私の体をめちゃくちゃにしといて逃げる気？最低ね。何よ、なんか問題あんの？強い？誰が？私が？冗談よ。インフィニティーズのことでしょ。確かにステルスってのは厄介かもね。あら、あんたそんなに殊勝な男？ダメよ、敬語使ったらお仕置き。夫婦でそんな言葉遣いおかしいでしょ。何度言われても却下。言葉遣いの問題は XFJ 計画とは無関係でしょ。聞き入れる言われはないわ。でもまあ、最初に一発食らうのは仕方がないわね。でも一発だけよ。あとはかわせばいいのよ。そう簡単にことが運ぶとは思えないな。失礼だが、ジャンジ10型よりも客観評価の高いファルクラムを擁する東欧連合が、わずか4分で全滅させられている。4分が何だって言うのよ。ステルス生かした奇襲を食らっただけでしょ。別に私だって舐めちゃいないわよ。あいつらが強いのは認めてる。でもだからこそ倒す価値があるんじゃないの。それにね、やけにステルスだなんだと自慢してるみたいだけど、あんな技術10年もしないうちに世界中に伝わるでしょ。敵も味方も同じ条件になるなら、最後は近接戦能力がものを言うのよ。のお人よしよね。米軍部隊が来たおかげで各国のステルス機開発を格段に進むでしょうね。開発関係者を喜んでるわよ。お金をかけないでステルス技術をいろんな形で盗めるんだから。プロミネンス計画本来の目的はアメリカ以外の戦術機開発技術の向上なんだから、ちょうどよかったんじゃない。
何が言いたいわけ？まあそうでしょうね。はっきり言うと、統一中華戦線はブルーフラッグの勝敗なんて気にしちゃいない。どうでもいいのよ。プロミネンス計画の本部に立ち返ればの話。回収した第一世代機が第二世代機を超える性能になったとして、それが第三世代機に負けたって回収計画の価値が下がるわけじゃない。なぜなら今の最前線に必要なのはハイコストの最新鋭機じゃないから。本当に必要なのは信頼性の高い現行機を安価に高性能化する技術だから。最終的に開発計画が成功すればそれでいいのよ。まあだからといって私は誰にも負けるつもりはないけど、優也には負けちゃったけどね。確かにコストの問題は重要だな。そうよ、前線には一機でも多くの戦術機が必要なんだから。開発的に意味がないのは分かった上で、ステルス対策に話を戻すけど、遠距離誘導兵器の使用が禁じられてる時点で自慢の能力も半分以上封じられたようなものでしょ。ステルス最大の利点は姿を隠して敵のアウトレンジから攻撃する戦術だし、いくら対策してても音紋や振動、排熱はゼロじゃないし、透明なわけでもない。最悪引きこもって動かない場合でも、最低3機のセンサーの反射をデータリンクで統合解析すれば、面倒だけど座標特定は不可能じゃない。こっちは追加装甲でも装備してれば 120mm の射撃はしのげるはずだし、ほら大丈夫じゃない。大した敵じゃないわよ。つい注意。その作戦を実行する気なら注意するべき点がいくつかある。何よ。敵が停止潜伏している状況でセンサーの反射を拾うのはよしとしても、その際は自軍小隊も動きを止めるはず。演習規定で相手の通信が傍受できない以上、むやみな移動は待ち伏せの餌食だ。そうね。で、だから何よ。その際アクティブセンサーを使うことで自軍の位置は敵から丸見えになる。しかも止まっているとなれば、米軍お得意のアウトレンジ攻撃のいい的だ。まあ確かにね。優也も言っていた通り、我々が考えつくことはすでに米軍も考えているはずだ。だとするなら奇策以外勝利の可能性はない。対ステルスのデータ収集ではなく、機関がこれまで通り勝負にこだわるのであればの話だ。
先ほど機関が言っていた戦術がそれに相当する。一機をおとりに初撃をいなし、四機で格好撃破。今のところそれしかあるまい。公表されている性能から言えば、ジャンジ10型に一機でも落とされれば、面目上アメリカの大敗だ。まあ少なくとも一匹見つけたら、最低でもエレメントの一機が近くにいるから要注意ね。なんかゴキブリみたい。ちょうど黒いしな。できれば2機落としてメンツ丸つぶれにしてやりたいところよ。見つけてしまえば私の方が腕は上だもの。まあ訓練で勝っても実戦で勝てるとは限らないんだけど。ちょっとユーヤ、あんたもしかしてインフィニティズの連中と知り合いなの？何？それは本当なのか？聞いてないぞ。いや、まあいい。だからといって何がどうなるという話ではないからな。ねえユーヤ、一つ確認しておきたいんだけど、あんたインフィニティーズに勝ちたいのよね？私がインフィニティーズに勝ったらハネムーンに行くわよ。ハネムーン？休暇を取ってアラスカ観光に行くのよ。そして雄大な湖畔のコテージで一晩過ごすの。暖炉の前で寄り添って。ねえ、素敵じゃない？何よその顔は。まさか私が負けるなんて思ってるんじゃないでしょうね。私はね、下手な冗談で身を捧げるほど安い女じゃないのよ。よし、そうと決まれば早速あいつらとの対戦に備えて寝るわ。ユーヤ、高村中尉、美味しい食事をご馳走してもらって感謝するわ。ああ、どういたしまして。再戦。さあ、注意の思考は理解の範疇を超えている。それはつい注意が我々より先に有効な手段を実践することへの懸念という意味か。もともとはつい注意が自ら語った戦術だ。私はそれを補強したに過ぎない。それに彼女が他人から聞いたままを実行するような性格とは思えないしな。なんだ、まだ何か気になるのか？あ、そうか。ユウヤ、私は、
XFJ 計画の責任を負うものとして自身に課された全てを全うしようと思っている。そのためには彼女たちを利用することも厭わない。すでに詳細データが取れているジャンジ旧型は良いベンチマークになる。知らぬ2型と類似仕様の機体が想定上有効な作戦を先に実行するなら、私は喜んでそれに手を貸す。その結果、誰にどう思われようが構わない。 XFJ 計画の完遂こそが私が達成すべき任務なのだ。そしてそこからが私自身の戦いだ。そうだ、私は大変なんだ。やっとわかったか。なんだ、嫌に素直だな。怖いくらいだ。ぶっか。ゆうや。私もある意味あんたと同じ二つの祖国を持っている。緩み切ってるな。ご勘弁を。ここではこのぐらいの方が逆に動きやすいのです。そうではない、この騎士全体に漂う空気の話だ。お前たちはよくやっている。ありがとうございます。コーヒーでいいですか、それともアルコールを。酒はやらない。了解です。スケジュールはどうだ。遅れが出始めていると聞くが。申し訳ありません。突発的な大規模演習やそこへの米軍派遣などいろいろありまして、大事をとって一時的に搬入を止めました。遅れは挽回可能な範囲にとどめています。そうか、民間人がそろそろ動き始める頃だ。奴らに遅れは取るな。は、マスターの到着までには帳尻を合わせます。どうぞ、インスタントですが。ほう、インスタントではあっても合成品ではないな。味も悪くない。こんな高級品が街に出回っているのか。南北アメリカ大陸では誰もベータと戦争なんかしていないんです。ご存知ありませんでしたか、調査。ではこの大陸の連中にも教えてやろう。戦争の興奮と愉悦をな。